戦闘が避けられないならせめて満足したい。だからコラリーは大きいロケットハンマーを手にしたの。よく反抗的だって言われるけど、ギャップが生み出すユーモアで彼女はありのままの自分を見せたいのかもね。面倒、他の人に代わってもらえる。ヴァルキリー獣椎は異能タイプの炎キャラ、無存の義の加護を受けている。戦場ではロケットハンマーの破壊力で敵の火ダメージをアップさせ、仲間にバフを付与。通常攻撃はロケットハンマーによる3連撃、3段目はタービンで敵を打ち上げ、空中で攻撃ボタンを押すと敵を叩き落とすんだ。通常攻撃ではハンマーの手応えがチャージされ、武器ボタンを押すと重数を使って強化通常攻撃を放ち、チーム全員の全ダメージをアップさせるよ。地上で武器スキルを放つと敵を吸い寄せ、その人生を削り炎ダメージを与える。空中で武器スキルを放つと旋風のようなハンマーで敵に複数回ダメージを与える。空中で通常強化通常攻撃を放った後、武器ボタンで本気の一撃を発動できるよ。発動時使ったハンマーの手応えの数分だけ EP を回復し、追加の炎ダメージを与え、敵の受ける全ダメージをアップさせるの。アストラルバースト状態に入るとハンマーの手応えは縮小 KP に変わる。武器ボタンを押すと空中で強化攻撃を発動でき、縮小 KP を使って海域共鳴の印と共鳴させて追加ダメージを与えられるよ。必殺技を発動するとエネルギーをチャージする。ボタン連打で必殺技ダメージが上がるんだ。終了後はロケットハンマーに乗って突進して爆発を起こし、大量の炎ダメージを与え、敵の受ける全ダメージをアップさせるよ。実戦では敵が時空減速または高頻度の攻撃を受けた時にコラリーを QTE で出場させてね。その後は武器ボタンで空中強化攻撃と本気の一撃を放ち、敵の火ダメージをアップさせるの。次に必殺技を発動してアタッカーに切り替えよう。バースト状態になったら出場して KP を消費し、空中で強化攻撃を仕掛け、共鳴の印を共鳴させよう。強化攻撃を4回放ったら本気の一撃でとどめを刺そう。イニシエの楽園では2つの戦い方がおすすめだよ。まずは疾走、甘美と星空の祝福を選んで、バースト状態中の空中強化攻撃を強化する。状態終了後に必殺技を放つと次のバーストまでの時間を短縮できるよ。雷管、裁判と星空の祝福を選んだ場合、本気の一撃が強化されるよ。ジャンプして本気の一撃を直接放って EP を貯めたら、最後は必殺技で猛攻を仕掛けてね。なぜ旅に出るのか、それは旅人がよく抱く問いだけど、コラリーは悩まない。だって彼女には頼もしい仲間と家族がいるから。彼女が求める答えも心に従えば見えてくるはず。先生としてその日が楽しみだよ。